こんにちは、ピアノの高取達也です。今日はイタリアの作曲家ヴィットーリオ・モンティの作曲したチャルダッシュを演奏します。この曲は今ではフィギュアスケートなんかでも使われることが多くて、ご存知の方も多いのではないでしょうか。何の楽器のためにこの曲は作曲されたんですか？この曲はもともとマンドリンのために作られた曲なんだそうです。今ではバイオリンと、ピアノかオーケストラの伴奏で演奏されることが多いので、そちらの印象の方が強いと思います。あ、そうなんですね。どこの国の音楽なんですか？チャルダッシュっていうのはハンガリーで生まれた踊りのことで、この名前、踊りの名前もハンガリー語のチャールダっていうのが酒場を意味して、その酒場での踊りを、音楽にしたものだと、言われています。それではお聴きください。